じゃあ逆にその契約を打ち切られた時点でもっとバンドのこう結成というか結束というかそういうチームワークみたいなものが硬くなったんじゃないですか。再確認できるっていうかね、非常にねこれは何とかしなきゃいけないと思うんですよ、うん、逃げ場がない、後ろが八方塞がりなんですよ、うん、そうするとね逃避から喜びから全てが音楽っていうふうになったんだ、その時は。逃避でもそうだ、バンドのあの時は随分盛り上がりましたね、バンドの要するに、うん、切られた時っていうのはね、うん、逆だ、まあだからそのねまだあの要するに終わってなかったんだよ、その20、さっきも言ったけど27、8でしょ、うん、そうするとねまだまだねあのいけるんですよ、うん、これはね人間だからまあ盛り上がっちゃうんだよね、ダメだとかっていうふうに言われるとさ逆にさなんで父上みたいなさ、うん、そういうところだと思いますよ、うん、どうでもいいんだ理屈はね。